えりこです。今日の動画は、あなたのアラータ、本当にアラータですか？え？っていうお話。このチャンネルは、食虫植物の提供でお送りいたします。はい。なんでこんな話するかっていうと、めっちゃ公園うるさいけど、まあまあ、おちびちゃんたちがいっぱい遊びに来てるんでしゃあないですね。で、さてですね、今回こんな話をすることになったちょっと理由がございまして、はい、こちら見てください。とある大阪の植物ショップ、結構大手さんですに行った時に見てしまったこれ、なんて書いてある？ネペンテスアラータ蜂付き、うん、まあそんな感じやねんけど、これアラータやと思う？アラータって書いてんねんからアラータでしょっていうのがさ、実はさ、間違いなのよ。さあどうしましょう。そんなこと言われてもお店でさ、アラータって言って売ってあったらアラータやと思うやんな。なんですけど、アラータじゃないんですよ。なので今回はそのよく出回ってるアラータっていう名前で出回ってるものに対しての見分け方をちょっとやっていきたいと思ってます。まずね、アラータっていう名前がついたものはだいたい3種類出回ってるんですよ。そのうち本当のアラータ、これほんまに出回ってる本当のアラータ、それからベントラータっていう種類がアラータっていう名前で出回ってる、それからもう一つレッドアラータっていう、この3つ目、このレッドアラータっていうのが出回ってます。なんですけど、この中で一番立ちが悪いのは、アラータじゃないベントラータとかレッドアラータをアラータやって言って売ってるやつ。なので、見分け方。さあ、どうやって見分けようか。まずですね、ちゃんとしたアラータのツボを見たいと思います。これ、見えへん。見えるかな。これがアラータのツボです。私が映ってるとピンとこないでちょっと外れますね。これがアラータです。こんな感じ。いい？こんな感じね。で、次ベントラータ。ベントラータね、ちょっとね、うちベントラータの大きい株がさ、なかなか大きいツボついてるのがなかったんやけど、これ見えるかな。こんな感じ。ピンといってるかな。これがベントラータです。ベントラータ。見た？こんな感じね。はい、次。で、こちら、レッドアラータとして出回ってるやつです。こんな感じ。わかった。似とるな。さて、はい。ベントラータというのは、どういう名前なんでしょうか？これね、ベントリコーサっていう種類とアラータっていう種類を交配して名前がくっついてベントラータになった。なのでベントラータちゃんはベントリコーサとアラータのいいところをもらってます。悪いところかもしれんけどいいとこ悪いとこをガッチャンコしたやつが半分になって、このベントラータちゃんは出来上がってます。なのでベントリコーサ、わかるかな？これが、ベントリコーサです。これね、在来ちゃんですね。これ、ベントリコーサ。この、なんか違うよね、今見たやつとはね。ね。はい、何が違うか。まず、ベントリコーサの特徴。この襟の周りがこう、ひらひらになる。これ、私にピンと言ってるな。はい、こんな感じで、襟の周りがひらひらになります。これで、めっちゃツルツルやねん、ここが。光沢が、なんていうの、ロウを塗ったみたいなツルツルがついてます。ツルツルです。めっちゃ触り心地。はい。で、もう一回見せるね。これに、アラータがかかります。はい。これがアラータです。このね、はい。どこを見分けたい？よく見分けれるところっていうと、やっぱり襟かな。アラータは、襟がビラビラしません。ウェーってならないです。シュッて。この、こういう風に斜めにはなるけど、こ
こでギラギラしない。で、この種類とこの種類を掛け合わせてベントラータになったわけじゃないんだけど、これとこれを足してみます。そうすると、こうなる。ほら、なんとなく分かってけえへん。さて、見分け方、行ってみましょう。ちょっと、ベントラータちゃんとやらは、こっち行くのか。見分け目は出番じゃない。はい、見分け方です。アラータとベントラータの違い。まずは、今言った、この襟のところ、ここね、後ろから見た方がわかるかな。横からの方がわかるか。この、ちょっと膨らむのがわかるかな。こうね、ビラッとする感じ。これがまず一つ目。で、二つ目。ベントラータちゃんは、ここに毛が生えてないんです。ここね、わかる？アラータ見える？アラータのこれ見える？ここ。毛生えてるよね。この毛。この毛が生えてないんです、ベントラータちゃんは。なんでかっていうと、ベントリコーさんに生えてなくて、こっちの血が強かったから。血が強かったって言ったら語弊あんねんけど、もうちょっとその辺は許して。うん。そっちの血を引いた。ここの、これが出ない血を引いた。で、次のポイントいきます。はい。次に。ここ見える？見えへんな。ここ。はい。この口の中。ここです。何もないよね。何もないよね。ね。アラータちゃんは、はい、ペラーン。ペラーン。見えるかな？ここ。ポッコンって出るんですよ。見える？ここほら、この筋がある。ほら。わかるかな？これ。これが特徴です。今いくつ言った？襟が、ふわ、バラバラってなる。のと、それから、ここの、毛があるかないか。それから、この、ここの突起があるかないか。で、あともう一つね。わかりにくい。わかりにくいかもしれへん。どっかわかりやすいのあるか。ちょっとわかりやすいかかったから。ちょっと上からできてなくて雑草だらけだから出したくなかったんけどな。はい。この、しゃあないな。もうこの子でいきましょう。この子わかりやすいから。はい。この葉っぱの形見てください。楕円形。ここ、まーるくなります。まーるくなります。これがアラタです。普通にこのアラタもかっこいいやろ。で、やっぱり、ここは突起あるし、ここには突起があるし、ここも毛がいっぱいやし、ここ、ビラビラしません。これがアラタちゃんです。はい、次。ベントリコーさん。今度は、これね、もう、顕著に出とるんやけど、ここ、ピュッって、ぶつかった。ピュッってなります。ベントリコーさん。ベントリコーさんはピュッってなります。これが特徴。で、これと、さっきのアラタがアポペンすると、こうなるね。わかる？こうなるね。丸いような、長細いような。やけど、真ん中がまっすぐになる。この、ここがキュッてまっすぐになる。なよ。平行までは言わんけど、ここが、こう、伸びた感じ。楕円じゃなくて、こういう感じになる。これが、ベントラータの特徴です。はい。まあ、こんな感じでね、まずは、アラータとベントラータの見分け方をベントリコーサちゃんに来てもらってやってみました。はい、その次です。もう一つあったよね。アラータってつく。まがいもん。まがいもん言うとあかんけど。これです。はい、お名前何でしたっけ？何でしたっけ君。レッドアラータとか呼ばれてんの？かわいそうにな。これ、アラータなんてどこにもかかってないよ。マジで。新たなんてどこにもかかってませんよ。はい、こちら、販売名、レッド新たですが、別名、レベッカ・ソファーと言います。これ、新たの血は引いてないです。まいったね。ほんまにね。
まあ、そういう感じです。で、この、レベッカ・ソパちゃんやねんけど、いや、この、まあ、レッド・アラタっていう名前もよう分かるっちゃ分かんねんけどね、やっぱりね、ちょっと違うよ。形からしてね。なんで、まあ、レッド・アラタって見つけたら、アラタやないと思って。まあ、そんなこんなで。あなたのお家のアラータちゃんはアラータちゃんでしたか？まさかベントラータちゃんでしたか？え？ね、このね、名前をごっちゃにして売るってほんとやめてほしいよね。全然知らんから、ね、アラータっていう風につけて売ってんのかもしれへんねんけど、そういうことをするとさ、こうやって私みたいな感じのおばちゃんがやな、ここでこれ言うたところで、見ひん人は見ひんやん。で、見ひんかったら、私のアラータだよって言ってネットにアップするとするやん。で、それがさ、例えばすっごい有名人やったりとかしたらさ、あ、これがネペンテスアラータなんだってなっちゃうわけやんか。怖いよね。ほんと怖い。なので、これから見かけて、お家にあるものを見て、あれ、これもしかして、アラータじゃない、アラータじゃない、この子はアラータじゃない。ちょっと自信がないなっていう感じやねんやったら、友の会で聞いてもらってもいいですし、近くの集会とかに行った時に、これアラータって言ってたんですけど、ベントラータですよねって感じで聞いてみるのもありだと思います。で、そう、名前がね、ごっちゃになってるっていうのは、他にもね、いろいろあるのよ。なんか、高い感じのネペの名前つけといたら高く売れるわとか思って高い値段つけて知らん人が買っていって高い値段でとか。もう、救えねえよね。ほんまに。そういうね、そういうことを平気でする人たちがいたりするんですよ。またね、輸入するときに名前がないと輸入ってできないんですよ。輸出ができないんですよ。なんで、その時に適当な名前つけちゃったとかっていうこともあり得ると思います。もうその真偽はわかんないです。まあ、何があったんかはわかんないですけど、とりあえず自分家にあるやつ見分けれるようになってみてください。他の種類の見分け方とかも今後はやっていきたいと思います。というわけで今日はあなたのネペンティスはアラータですかという回をやってみました。それでは皆さん、良き食虫植物ライフをお過ごしください。ほなまたね。食虫植物専門のチャット、食虫植物友の会が LINE オープンチャットにて全体公開中です。育てていてわからないことを聞いたり、趣味家がイベントや自生地の報告をしたりなど、初心者さんや普段なかなか愛好仲間を見つけられない方にもおすすめのオプチャになってます。食虫植物が好きな人のご参加お待ちしております。気になる人は食虫植物友の会で検索してください。